ブクルエルエフは、ルーマニアの路面電車である、ブカレスト市電に在籍する車両の形式。車内の多くが、バリアフリーに適した、低床構造となっている、超低床電車である。ルーマニアの首都、ブカレストで、路面電車を運営する、ブカレスト交通会社は、主に路面電車車両の生産や改造を手掛ける、中央修理工場を有している。同工場では2000年代以降、 バリアフリーに適した低床構造を有する超低床電車の研究が行われ、2004年にこの構造を可能とした台車の開発が完了した。そして既存の車両の改造や機器を流用した部分超低床電車の製造が実施された後、2009年に初の心臓超低床電車となる試作車が作られた。これがブクル LF である。 中間に全長が短い車体を挟んだ三車体、連接車で運転台や乗降扉は片側のみに設置されている。前後車体の端に動力台車が設置されており、この部分を除いた車内の65%以上が床上高さ 360mm の低床構造となっている。乗降扉は車体右側に 警護箇所設置されており、両開き扉はすべて低床部分に存在する。車内の座席は前後車体にクロスシート、中間車体にロングシートとなっており、乗降扉の間には車椅子用スペースが設けられている。また、開発目標の一つにエネルギー消費量の削減があり、制動装置に電力が回収可能な回生ブレーキが用いられているのはその一環である。 2011年から量産が始まり、2019年時点で、試作者を含め16両が在籍する。そのうち試作者と2011年製の4両は、主電動機に直流電動機を用い電気し、直波制御装置を搭載している。一方、翌2012年以降の量産車は、誘導電動機及び、VVVF インバータ制御装置に改められ、エネルギー消費量が、 さらに削減されている。さらに、ブカレスト市電を運営する、ブカレスト交通協会は2019年に18両の追加発注を実施し、翌2020年から納入が始まっているが、この追加発注車両については、低唱部分が、車内全体の70%に増加している。これらの、ブクル LF については、以下のような形式名で区分が行われている。 ありがとうございます。